その手下はどこで見つけたんです変わった人ですね。彼女は役に立つ。戦闘ではないところで。ああ、いつものあれですね。崩壊に勝つために使えるものは何でも使う。そうでしょ 君は誰だ私はフォアあなたの友人ですフォアは僕のことを友人とは呼ばないふーん正直に話すとオットーに頭を打たれて私は一回死にました今の私は目覚めたばかりでまだ色々なことを分かっていませんあなたのことは覚えています5万年前 私たちは共に戦っていました。だから、友人だと思いました。君は不和とは違う。ええ、私もそう思います。昔の記憶を思い返すといつも、どうしてそうなるのと思ってしまいます。多分復活がきっかけで、 いろいろなことがはっきりと見えるようになったからでしょう。ケビン、こう考えましょう私は過去のファーよりもっと良くなったファーです。私のことをよくわかっていますね。ちょうど同じことを考えていました。 友もか敵か、選べ。